ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かった。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。
そろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。
俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね、ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。
奴らは。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません伊達さん。だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんたこんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ桐生。やっちまったか。すまない、伊達さん。まあどちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には
100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ？そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、遥か、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした？ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。
なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金、使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか、は？あのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。ま、やつがやっちまったことは、まずいっちゃまずいとしても、キリは。誰がヘタレだって？誰が桐生よりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。